はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあポケモン一匹縛りプレイマグマックバージョンね、いきます。はい、ちょっと久しぶりになっちゃったな。マグマック何日か空いたから状況を覚えていないですね。うん、まあちょっとね、10月まあ10まあちょっと新しい挑戦をねしたくて、 YouTube で他にもやってることができてしまってね。マグマックさんを、ああ、え？データ消えた？え？ビビったー。データ消えたかと思ったわ。マジで怖いわ。ゲームボーイあるあるですよね。途中で電源切れてデータ落ちるって。マジやだわ。特にこいつで落ちたら結構やだわ。せめて簡単なやつにしてほしい。あ、ローションね。もう名前も忘れてたわ、こいつの。あー、まあ、か強いね。あー、やべ。技、まあ、飛ばしましょうか。うん。こんなね。まあ、今回のメインは、結局、レッド戦なんでね。マグカルゴーといえどさ、正直、レッド戦以外は、まあ、余裕だと思ってるので、あれ、待って。いきなりここ、余裕じゃないので。結局水に弱すぎるからね。まあでもそのためのドアスレ。あ、そうだ、ドアスレでしかもあれだよね、誰かの水技結構耐えたんだよね。まあどこで、まあここでドアスレでしょう。はい、地震。やばいじゃん。やばい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 。いや待って、4倍といえど防御力高いからさ、いけると思ってたんだけど。やれ、やった。あぶねー。え、マジで言ってる。でもこれちょっと予想外すぎる。サイフォン落ちねんじゃねえか、これ。落ちるかな。え、ちょっとこれやばいな、いきなり。はい、オッケー、よかったビビッって安心してるけど大丈夫かな、これ。一回回復しましょうか。こいつ自信ないよね。え、あるんかいっていう音は波乗りか。待って、90か。どうぞ。先制取れるのが唯一の救い。これで耐えなきゃ無理だな。はい、オッケー、セーフ。よし。いや、もしかしてだけどきつい。まあ、とりあえずド忘れを3回。え、じゃあこれ霞もきちいじゃん。あと急所で負けるじゃん。怖っ。やばいだろ、これ。あとあれか。もっと、あ、トイギャノンに変わった。ド忘れ3回積むと変わんのかな？ AI 的にね。やる技ないよな。岩水でしょ？じゃあ岩なだれのがマシか。ああ、当倍か、岩は。いや、岩にさ、これもう、何回も言ってんだけどさ、岩に対して岩が今一つじゃないって、なんかすごい違和感なんだよな。だって岩に岩当てたら絶対に効かないよ。まあまあまあ、いいんですけど。はい、よし、とりあえずね、これでで、岩アークか。岩アークはまあクソ雑魚なの知ってるから大丈夫ですね。火炎放射で落ちるでしょ、岩アークは。だってあいつ弱いもん。弱かったもん、普通に。あと全然経験値増えないな、思ってたより。あ、カブトプスもね、結構余裕だな。あ、思った以上に与える急所。ラッキー、やりました。で、62レベルね。 OK。 え、強さ、やっぱそうだよね、防御186もあってさ、ゴローンの地震であんなに受けんだね。タイプ1が強いのか。誰かの地面タイプの技あんま受けなかったと思ったんだけどな。ここ甘くないですね。霞戦やばいかな。あいつ初手ゴルダックだよね。まあ大丈夫か、ゴルダックな。はい、行きましょう。はい、そしたら花田ジム行きましょう。今回はごめんなさい皆さん、水着のお姉さんは見れないです。霞だけで我慢してください。あと見せない代わりにね、俺の最近の進捗を話しますよ。
昨日ね、推しに会いに行ったんですけど、ああ、でもあれか、マグマックから見てくれてる人は分かんないか。推しって、推しのね、ソープ嬢ですね。泡姫です。はい。そう。もうすごい好きなんですけど、これ耐えるかな？こんなことを話してる余裕があるのか。いや、ありそうだね。ああ、まあ、関係ない。関係ないですね。自己暗示ね。オッケー。ちょっと回復してからだな。はい。まあ、これでもう怖くないですね。40ぐらいしよう。自己暗示してるんで、まあ、岩雪崩の方がいいか。はい。推しに会いに行ってさ、まあ、またね、プレゼントあげたんですよ。前よりいいやつ。まあすごいね、喜んでくれてたのか、喜んだふりをしてくれてたのかわかんないんだけど、まあふりでもね、全然いいんですよ、僕は。もうその、笑った顔がね、可愛いんで。こっちが、いやー、待ってあーって、やばい。何のしかかりでよかった、最初から。うわーっうおーって攻撃力高いの。まずいぞこれは。まず雨乞いがまずい。いやちょっと待って、泡姫の話なんかしてる場合じゃない。いやストアミーか。そんでやばいぞこれは。耐えよう。波乗りね。どんぐらい受けんの。言うてじゃん。70ちょいか。ひるめ。あやばーそもそも先生取れなかった。あ脇若か。危ないね。あーでも、やんだね。いけるっしょ。いきます。攻めます。大丈夫。多分。オッケー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 。あ、溶けた。マヒで勝てるぞ。あー残念。はい。エナミノリね。まあ大丈夫だ。急所が来なきゃ大丈夫。岩なだれで先生の爪。待って。ラプラス前にこれはまずすぎる。いやー、まあ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 。いや、ちょっと待って、きついな、これ。結構きついぞ。倒してもどっちもいい。はい。これ、拉致があかんな。混乱時だターンに攻撃ちゃんとね。あ、そっか、先生の爪も発動しないと厳しい。てか、急所で負けるこのままだと、そのうち。うわー、くそ。よし倒せ。はいオッケー。いや、ちょっと待って。関東でこんな苦戦してるポケモン初めて見た。待ってくれよ。何してくんの？雨乞いねー。まずいね。オッケー、溶けて先制取れる。倒すかひるませろ。または急所。うわぁひるめ。あ大丈夫か。あ、オッケー。全然大丈夫でした。あんなもんラプラスって。えい。いやー、強っ。強いよ、なんか。てか、弱いぞ。これはちょっとね。まあまあまあ。レッドってさ、自信持ってるポケモンいないよね。大丈夫だよね。冷静に、うん、大丈夫。よーし、じゃあ、マチス行きます。はい、じゃあ、マチスね、行きましょうか。でさ、そう。前ね、喜んでくれたんですよ。あげたらね。ディオールあげました、ディオール。あ、ディオールって言ってもハンドクリームですよ。そんな、あれですからね。痛いもん渡してないですからね。なんか、サバンとかさ。いきなり渡したら痛いじゃん。まあ、っていうか、そもそも消耗品以外渡す気はないんですけど。まあやっぱさ、笑ってくれるんですよ。若い子が笑ってくれるってマジで可愛いよね、ほんと。そんだけで。まあもう年老いたからな。ほんと最近年を感じるよね、そういうので。で、俺、あれなんですよ。めちゃくちゃちょろいんで、めっちゃ笑ってる子も好きなんですよ。で、あとね、頑張ってる子が好きでね、この子めっちゃ働いててさ、あれ、
なんかあのランキング入りたいみたいな子なんですけど、こういうのいいよね。そういう子を見るとさ、ああ自分もちょっと頑張ろうってなって、最近仕事をちょっと頑張ってます。うん、いや最近ちょっとあんまやる気なくてさ、まあよくないよね、まあ、やる気なくてもやることはやってるんですけど、さすがに。まあでもさ、やっぱ仕事もだけど、やる気ある時の方がまあ楽しいんだよね。まあでも人って疲れちゃうからさ、やる気出ないじゃん普段。やる気出すと疲れちゃうからさ、まあでも疲れちゃうけどやる気ある方が楽しい。なかなか難しいよね人生って。ラッキー、光の壁とかしてくんなよ。ほら、エレブより早い。先生の爪か。オッケー。やりました。あ、まだか。あとレアコイルぐらいが残ってそうっすね。このタイプだから後回しにしたのか。ほんで、うん、ちゃんとね、認知もされてました、ようやく。まあ、ようやくって2回目からしてくれてたけどね。で、マジさ、これびっくりすんだけどさ、そう。前回着てた服とかさ、話した内容も多少覚えててさ、2、3週間前なんだけど最後が。まあそういうとこ本当偉いなって思うんで、俺の推しのこと褒めてあげてください。はい、そしたらこいつらね。あ、でー、そう、ねキスの相性がめっちゃ合うって言ってもらいました。はい。はい、そんだけです。これを自慢したかっただけです、今回は。うん。まあ、あとは特にね、言うことないんですけど、あ、今回はね、あれでしたよ。会えなかったですよ。途中で。まあ、この話はあんま深掘りしない方がいいと思うんだけど。うん。会えなかったも俺、そう。気づいたんだけどさ、風俗のゴムって分厚い、分厚い気がするんだけど、それのせいな気がするんですよね。俺だってそんなあれだったもんな、なんなら早漏だったからな。うん、いやちょっとやめよう、このやめとくわ。ではやめときますね、この話は。まあなんで、すごい嬉しかったんで、仕事頑張って、もっといけるように頑張ります。はい、火炎放射。玉虫は余裕だね。余裕だと思ってボキ戦寄ってないから PP が不安ですね。先生の爪とさ、木炭どっちがいいのか、むずいよな。え、嘘でしょ？うん、本当ですね。うん。でもそれぐらいしか1週間ぐらい撮ってなかったけど、あ、違う、あったわ。皆さんあれです、これドーブルを投稿して3日目ぐらいなんですけど、ほんとね、みんな高評価ありがとう、ほんとに嬉しい。俺はドーブルの第1話でね、みんなに媚びたんですけど、むずいかったから、むずいと思うから押してほしいみたいな、みんなしてくれて本当にありがとう。いつもよりだいぶ多かった。うん。でもさ、俺、あれなんですよね。高評価をされると、もっとさ、リーチされると思ってたんですよ。いろんな、他のとこに。なんか、全然、あれでした。なんか違うのかな？まあでも、なんかね、直近の出した動画でね、一番悪いんですよね、ドーブル。え、あれつまんない？もしかして。大丈夫？俺なんかさ、自分では結構むずいなりに楽しんでたんですけど、ちょっとつまんなかったのかなって不安になっちゃって、あれ。まあでもサムネイルとか変えちゃったんで、それのせいな気はしてるんですけど、うん。なんか、あれでした。うん、なんかショックでした、それは。せっかくね、みんなに、お願いしてね、しかも押してくれてね。モチベーション上がってたのに、あれってなった。一番最初に悪あがきで勝ったのが良くなかったのかな。
やっぱ体当たりか鳴き声の二択で頑張れよって思われたかな。まあでもね、そんなことよりやっぱ高評価とコメントもらえるとね、やる気出るんでね、ありがたかったです。まああれですね、再生っていうのは後からついてくるもんでしょう。私がもっと面白くなれば。やっぱさ、下ネタ以外のさ、おもろい話できないとよくないよね。いや、下ネタがおもろいわけでもないと思うんだけど。こんなこと言いながら名前こいつローションだからな。ふふふ、ローションじゃダメか。絶対に子供見れないしな、俺の動画。せっかくポケモンやってんのにね。いやでも大人の階段を登るためには俺は必要だと思うよ。うん、いずれ知ることになるしさ、やっぱ詳細にそういうことは話した方がいいよね。こんな感じでね、最近仕事場の近くにねメンズエステができたらしいんですけど、気になってます。うん、行ったことある人、俺行ったことないんで、どういうもんか教えてください。はい、メンズエステね、行ったことないんですよ。いや、行こうと思ってたんですけど、俺の一個前の推しがね、AV 女優さんがやってるメンズエステに行こうと思ってたんですけど、まあもう推しに出会ってしまったんでね、俺一途なんで、ふっはっは、うん、行けないんで、そういう店。この子が、今推してる子が、お風呂屋さんをね上がるまではもうそういう店にね一切行かないんで、わかんないんですよ。もう本当にあんなアダルトビデオみたいな恥ずかしい状態になるのかな、あれ気になるよね。また下に走ってしまったね。よくない。真面目な話する？真面目な話っつってもな、風俗に行く以外はもうさ、あれよ、ポケモン YouTube 撮ってるか、休みはね、あとは仕事してるだけだからな。うん、特別ねないですね。まあ、変なお客さんとかしかないな。今日はなかったけどな。俺さ、でもあれなんですよね。といえば、もともとさ、まあ、飲食っていう話はしてるんですけど、僕、あれなんですよ。飲食店、向いてないんですよ。うん、確実に。まず、コミュ障ですし、あ、だから、もともとね、あれなんですよ。コミュ障、直そうって思って、あ、コミュ障直そうと思った話しようかな。あのさ、まあ、僕、まあ、クソほどコミュ障だったんですけど、あれ。まあ、それをまず直そっかなって思って、居酒屋でアルバイト始めたんですよ。うん。はい。そう。そんなコミュ障な俺も愛してくれますか、夏目さん。あ、でもダメだ。もう推しができちゃったんでね。そう、前回そういえば振ったわ、夏目のこと。夏目のこと好きな人は今のうちにね、アプローチしといてください。俺が諦めてるんでね。ふっはは。うん。そう、めちゃくちゃコミュ障でさ、まあ、ちょっとやっぱさ、コミュ障ってさ、あ、砂吐き良くないね。まあ、頑張れば直せるなって思ったんですよ。まあ、あと、そうじゃない方が便利だなって思ってね、生活する上で。まあ、悪いとは思わないですよ。で、まあ、何意味な何今の、意味なすぎない？どういう意図でバトンタッチしたの？直すんですね。野球所じゃないんだ。で、居酒屋で働いて、まあでもその時はまあ、接客じゃなくて、
まあ、バイト自体のやり取りでコミュ障を軽減できればなって思ってたんですけど、でキッチン志望で入ったんですけど、バトンタッチ？まあ余裕でね、まあ全然希望なんか通んなくて全部やらされたんですよ。やらされたって言い方は良くないな、まあ、やらしていただいたんですよね。でまあ接客してればまあそのうちね治っていくわけですよ。話さないといけないんで、だるがらみされるから、うん、はい、グレンね。でさあ、まあまあまあ軽減されたんですよ。まあでもそれでも俺はまあね、あんま喋んないやつみたいな、まあこれはまずいと。あ、でね、そう、もちろん俺は、そのね、その時、大学1年ぐらいかな。あ、でもそんなことよりマグカルゴ対決だ。え？岩じゃん。抜群やん、これ。ちょっと難しいな、岩引いて。あ、はい。じゃあもう別に簡単なんで、喋りますね。でさ、そう、そんな俺はずっとコミュ障だったから、もちろん高校までね、彼女なんかいなかったんですよ。高校？あ、まあ、彼女な。中3の時になんか、中3から高1にかけて、まあ、それっぽいのはいたんですけど、まあ、ちゃんとした人はね、いなかったんですよ。まあ、女の子と喋れなかったんでね。恥ずかしくて。でもそういう人多いよね、絶対。俺マジ本当話しかけられたらおどおどしちゃうレベルだから。あ、これまずいなって思って、まあ、メイド喫茶に行って克服したんですよね。女性恐怖症みたいなので女性恐怖症を克服したら、うん、まあグリーン戦か。女性恐怖症っていうか、まあ女性と話すの恥ずかしい病を出して、メイド喫茶で直し、メイドの彼女を作り、寝取られ、うん、あーってなって、まあ、また寝取られ、普通に女性恐怖症になりましたね。はい。あ、まあ正直別に全然恐怖症じゃないんですけど、やばい！ちょっと、うん、まあもういっかなってなってますよね、女性に関しては。まあだからやっぱさ、今のこの好きな人っていうか推しが風俗嬢っていうのは結構今ちょうどいいっすよね、俺塩梅的に。とても楽ですよね。うわ、待って勝てない。え、勝てない、絶対詰んだ、詰んだよねこれ。待ってね。ああ。いや、待って、結構やばいぞ、これは。なるほど。なんか、そんなどうでもいい話してる場合じゃなかった。積んでる。はい。はい。まあ、そんなわけで、女性苦手な方ね。まあ、メイド喫茶、今、コンカフェか。まあ、通うと。あっちが話しかけてくるんで交代できるからおすすめです。はい。で、あと俺のね、尊敬してるそのメイド喫茶の常連さんの超イケメンがいたんですけど、この人のね名言があるんですけど、メイド喫茶は片思いをねしに行く場所ということで、決して本気にならないでください。はい。そんなわけで、そろそろグリーン戦ね、ちょっと積んでるんで、真面目に頑張りましょう。とりあえず一回木炭も出して火炎放射やってみたけど、一撃では倒せない。なるほど。あれ、なんで先制するんだろう。たまに先制するんだ。で、これはもう火炎放射やけどしかもうないです。うん、絶対サイドの地震なんか絶対耐えないんで、まあ、岩なだれひるみもあるか、まあ無理なんで、火炎放射ひるみじゃない、火炎放射やけど2発倒し。急所じゃない？うわー、マジでやけどしてほしい。ワンチャン耐えねえかな。無理？無理？はい。いやー、マジでこの、どうしよう。
まあ、サイドンが火傷するまで粘りますね。そしたら、はい、頑張ります。よし、頼み、あ、のしかかり麻痺、あ、麻痺関係ねえや。お願いします。はい、やっけーど、やっけど、さっきよりダメージを受けてないんでワンチャン耐える可能性があると俺は信じています。はいはい。どうしよう、ほんと。ほんと HP マックスだよ。耐えない？ HP 満タンで耐えない？無理？どう？急所だけんなよ。いや、急所かい。はい、ということでね、レベル上がりました、ついに。全然勝てないとか、やけどしねえな、意外と。レベル上がったことにより、いや、これで2発で落とせると思うんだよな、結構。威嚇？威嚇かい？うん、やけど！とりあえず不思議なの1個だけあるんで、耐えろ。ああ、無理か。耐えますね。そしたら多分ピジョットも一撃なんで。これでなんとかなるかもしんない。はい、ということでね、レベル2か、実質2上がった状態からスタートっすね。68レベル。ビジョットは、スピード同じっぽかったんで先制すると思う。ですよね。で、岩なだりちょい残しちゃったんで、落とせるようになってればだいぶ嬉しい。です。OK！ これは勝ちフラグではないか？レベル上がったから喋り始めたけど、これはいいぞ。ほんでサイドンね、多分火炎放射二角になっていると俺は信じている。どうですか？あと火傷すればいいだけ。うん、いける。はい。あー、でも耐えるかもしんない。レベル上がってる。いや、耐えねえかな。お願いします。1でいい。はい。あー、全然無理だー。火傷待ちですね、やっぱ。はい、じゃあ、やけどするまでは無言でやらせてください。来たんじゃない？やれ！ OK！ なんだよ、急所でいけんじゃん。もうなんか動画見ながらやってましたよ、今。見逃してたな。で、フーディンね。いやー、まあ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 、あー、まあ岩流れ、いや、のしかかりで落ちる、多分。正直、命中2分。あ、全然受けないじゃん。強っ。フーディンの再起ね、あんなもん。こんなに特防高くなってた。オッケー。え、どうする？ここで、特防落とすぐらいだったら倒すか。水ポケモン使ってきたっけ、この人。覚えてないな、全然。どうでしたっけね。あー、いきなり来た。まずい。はい。うわーマジかよー。フーディンでド忘れ積まないとダメだー、これ。なんで2体目じゃねえんだ、ギャラドス。謎いな。おー、耐えた！耐えたぜー！やった！69レベルにしてようやく乱数で耐える。よかったー！いつまでこれやんだよって思ってたわ。オッケー。これで、フーディンで、もう、あれですねー。ドアスで積みましょう。はい。で、再起ね。まあ、特攻差が、特防だっけ？あ、特防か。特防下がるだけか。あぶねえ。よかったー。今、再起ねで、ちょっと嫌だったね。だとしたら、
大丈夫、これで3段階急所が来たら負ける、こんな可能性は排除しないとやってられない。はい、オッケー、よかった。あ、オッケー、これでちょうど6段階ね。はい、なんだリフレクターやれよ。よし、でどうしよう、まあ岩なだれだな。どんくらい当たるんだろう。あーん微妙すぎるダメージ。おっ、オッケー、だとしたら回復したいな。チブレロ、ああなるほど、なるほどね。だとしたらヒルミ狙い、なんでだよ。オッケー、真ヒルミ、これはどう、ヒルミ、あー残念、まあしょうがないね。この最低限のダメージで、まあ、ハイドルポンポン耐えるでしょう普通に。あー、ここをさ2体目で3体目かフーディン出してきてくれるのは結構ありがたいよ。雨乞いね、ワンチャン地域で落とさないかな。落とす、あーなるほどね、あーなるほどね。いやこれ今先生の爪じゃないっていうのかな、結構ダメだよな。麻痺すればでも勝てんのか、麻痺、あーそう甘くない、オッケー、そういうこと、オッケー、そういうことしていかないと勝てないんですよね結局は。やりました、もう余裕っしょ、さすがにいないっしょ、なしね、オッケー。あーでも雨降ってんのか、マジかよ、うざいな火炎放射あんま当たんないんじゃない、雨降ってても倒さないね。卵爆弾、卵爆弾ってどういう状態なの、普通に卵投げたら爆弾みたいに嫌だけど、白身と黄身がめっちゃくっつくのめっちゃ嫌じゃない、昔なー、その背中にさ卵入れて4日からせて割ったなよくないよねそういうの、まあ、俺もやられましたよ代わりに、そういうやり合いね。まあまずあれだよね、卵もったいないしね、でももう10年以上前なんで許してください。これ倒さないかな、あー残念、もう勝ちですね、迅速かっこわら11ダメージかわいそう、オッケー、やっとだ、長かったな。なんかやっぱさレッドよりグリーンの方がだるい時あるよな、グリーンの方が実はさバランスよくねえかポケモンの、レッドってレベル高いだけだもんね。まあよかったです倒せて、うん、のしかかりいらんかな、やっぱ自信かな、でもピカチュウがどうなるかわかんないね、ちょっと。まあ、とりあえず、レッド戦いきます。はい。そしたらね、いよいよレッドですよ。どうかな、やっぱでも自信の方がいい気がするけど、とりあえずね、のしかかり忘れちゃったらもう戻れないんでね。まあ、行ってみますけど。持ち物も一応今、木炭のままですね。ピカチュウさんに、甘えるをやられるとまずいと。でもこれ2体目でさあれだよね、あーまずい確かにアニメーション飛ばしてるわ、まあ多分勝てないんでとりあえずいっか、あーと思った以上に与える、おーやった、どうせ回復の薬、もう甘えるやられちゃったからな、かド忘れ入れるか、ド忘れ多分2体目にカメックス出してくるので甘える多分1回しかやってこないよね。甘える1回はもう容認するしかない。これは。え、これ、もしかして勝っちゃうんじゃない、アニメーション飛ばしちゃってるけどいい、いやー、危ない危ない2回はまずい、さすがに。2回はまずいね。OK! 乱数で1角。1角乱数1ね。え、なんて言うんだっけ乱数の時。まあいいや。なんだよ、何カメックスじゃねえんだ2体目、
いつもと違うじゃん、様子。え、でもさ、あれの時もそうだったよね。シゲルか、グリーンか。なぜか2体目にギャラドス出してこなかったよね。あ、2体目はでもサイエントンか。3体目に。3体目に、エスパータイプの風鈴が先に来てたね。おーい。で、まあ、見えました、見えました。わかりました。頑張りましょう。はい、ということで2戦目ね。まあ、ピカチュウの初手で甘えろをされないことを祈るしかできない。まあ、レベルもうちょっと上がったら先生の爪も出してね。外放射一撃かもしれないんでいいんですが。とりあえず、よくない！うわー、よくない！まあ、クソ泥試合をするだけなんでいいんですけど、別に。もう1レベル欲しいな、とりあえず。この火炎放射は落としてほしいですね。頼みます。オッケー。あー、落ちるな。これはいいぞ。でもなー、甘える一発入っちゃうともうこのエーフィーがなー。どの道リフレクターしてくるか、こいつ。まあ、ここでドアスレで積みましょうかね。うん。これ勝てるんじゃないかな、普通に。さっき急所で負けちゃっただけだからさ。これでなんとかなる気がするけど。甘える一発入ってるっていうのはちょっとしんどいよね。カビゴンにド忘れされる前に火炎放射で攻め立てる。のが作戦も。ま、作戦でもなんでもないけどね。運ですね、もう。あと急所は出されたら負け。急所出されたら負けはさ、結構いつものことなんでね、全然いいっすね。まあ、エーフィーがやっぱな、エーフィーって特防高いんだっけ？思ったより与えないなって思ったけど、相手73レベルか。妥当でしたね。ほんとレッドってレベル高えよな。急所でもいいよ。いいよ！急所じゃねえんだ。なんか攻撃の威力の幅ひどくない？あーですよねー。あ、ここでやることがないと多分雨乞いしてくんな。はい、おい、3体目かメックスは。いや、これはもうマジでね。しかも先制取られるんだ。与えねえか。レベル上げないとどうしようもないな、これ。そっか、めんどくさいな。まあ、ちょっとレベル上げるか、1レベ。はい。ということでね、2夜明けて、再挑戦。レベル上げたって、上げるって言ったんですけど、なんか甘えるされなきゃ勝てそうな気するんで、いきます。ここなんだっけ？火炎放射か。はい。はい、甘えるされました。まあでも、こう、泥試合でもいいから勝つか。どうせマグマックの時点で泥試合になるからね。確かこれは落とすはず。俺の記憶が正しければ。OK！ あ、これが乱数なんだよね、多分。レベル1上がんないとね。あ、やっぱレベル上げて、先生の爪も足してが本当はいいよね。リフレクターね。はい。アメックスはどうしよっかな。やけど狙いマリッチあるような気がするけどな。それか、のしかかり麻痺か。うん。まあ、考えときましょう。次がメックスだよね、確か。やっぱ日が空くと忘れちゃうね。待機ね。急所が出た場合は、もうドンマイとしか言いようがないんで、うん。急所を考えての回復かもう諦めよう。いい。いける。お前ならいけるよ、ローション。頑張ろう。やけどしてほしいよな。やっぱ状態異常を味方につけないと絶対勝てないからな。または急所。あ、2発でいけちゃいそうだな、逆に。じゃあ回復しようか。はい。で、再起ね。あ、特防を下がんなきゃ、それでいい。あ、で、リフレクターされたくない。よし。これはいいぞ。んで、カメックスの波乗りのダメージがまだ分かってないんだよね。雨乞いされると思って負けちゃったからな。これで落とさなきゃダメよ。ローション！オッケー！
勝っちゃうよ俺もう。勝ちましょうよ。マグマックにね、これ以上時間使ってる場合でもないんで、まあ、正直火炎放射で火傷ダメージの方が美味しい。のしかかりでもダメージ見とこうかな。雨乞いしてくるよねー、そりゃ。やっぱ雨乞いもあるっていうことは、のしかかり麻痺のがもともといいか。一発で麻痺れ。ああ、残念。大丈夫かな。これのダメージ量によってはさ、積んでるもんね。これで半分以上受ける場合には、積みです。120。ああ。え？いやー、積んでる。130件だ。無理だな。うわー、どうしよう。うわ、どうするこれ。はい、ということでね、四天王2回行って不思議な飴1個拾ってレベル76まで上げてきました。いや、それでも絶対勝てないと思うんだよな。転生しないかな。はい、あー、参るね。この時点で結構渋いもんね。まあ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 、まあでも多分これも一角なので、ここはエフィも2回で倒せるんで、まあそこまでは随分と楽になっているはず。いやー、これさー、マジごめんだけど、最悪イバルを使うかもしれないですね。うん、ちょっとね、あー、ここも先制しないよね、やっぱ。いや、先制の爪の方がいいかな、もう。うん、先制の爪持たせよ、ちょっと。すげーウケんだけど。まあ大丈夫でしょう。ああ、リフレクターね。リフレクター、いや、でもどの道あれか。カメックスの初手は、火炎放射の方がいいかもな。うん。おーい、ふざけんなって。はい、ということで、持ち物木炭から先生の爪に変えてます。ピカチュウに甘えろされないで勝つのは結構大前提だと思うので、お願いします。残念。甘える全然避けないな。もっと避けるイメージあんだけどな、いつも。なんなら避けた時しか勝てない。カメックスの時に火炎放射でやっぱやけど狙いは割とありな気がするんだよな。火炎じゃねえわ、カメックスだけさ、なんとかなればさ、全然あるもんね。麻痺にして波乗り枯れるまで回復っていう手もあるけど、ああ、先生の爪ね、これは。まあありがたい、再起念の前なんでね。まあどうしよっかなーって感じよね今。でも波乗り15回をさ、急所1回も受けないで耐え切ることなんて可能なのかな。なかなかの運が必要。まあでも俺運いいしな、結構。まあまあ運いいからな。いや、カメックス戦はマジで初手悩むわ。いや、でも初手火炎放射だな、やっぱ。火炎放射初手やって、やけどしたら超ラッキー。いや、麻痺にして岩なだれもありか。先制するかわかんねえんだよな。先生爪、残念。いや、でもさっき130ぐらい受けたけど、もっと受けなくなってるかもしれないしね。まあ、とにかく初手で状態異常が起きなきゃ負けですね、おそらく。まあ、日本バレとかさ、にしようかとも悩んだんですよ、のしかかりを。でもなーって思ってさ、はい、の先生の爪か先生はする。あれ、さっきもしたっけ、した気がすんな。なるほど、雨乞いね、お願いします。あー、先生の爪だった。むしろまだ先生しねえんだ。これで耐えればまだあるよ、154。どうですか、耐えるね。麻痺しろ、麻痺すればある。あー、どうする、頑張るか、頑張ります。はい、ということで、波乗り4回耐え忍んで、これ5発目ですね。雨ね、降りやみました。これのダメージ次第。
これが半分以下なら攻撃チャンスが生まれる。生まれる。はい。これ6回目。OK。雨乞いしてこないならだいぶでかいぞ、これ。この急所で負けるけどね。麻痺させてくれー、頼むから。6回目。やれ！やってしまえ！なんで甘えるされた？ OK！ 来たー！これは来ました。これ勝てるぞ。7回目。OK。これはいける。未来がある。だいぶ。あとカビゴンぐらい怖いの。カビゴンも大丈夫でしょ。ちょっとダメージでかいな。ランスで負けんのか、これ。まあでもここは岩なだれで、ひるみ狙い。うん。お願いします。ダメージは、やっぱ甘えるがでかいな。うわぁ、雨乞いかぁ。雨乞い150、70ぐらい受けるから。はい。うわぁ、痺れろって。8回目ですね、これ、波乗り。あと7発耐えればいいだけ。急所が来なきゃいいだけ。何発目ってたっけ、俺、8発目ってたっけ。確か8。うん。降り続いている。ほんで、OK！ 動けない、そりゃそう。ひるみでいいよー、全然。あと急所も出してほしい。今、8発目ね。波乗りは。ひるみ！あ、来ました、まひるみ。どっちかは 50% 以上で起きるでしょ、これ多分。あ、起きないか。40%、40ちょいか。あー、これで9発目。いや、でもこれでさ、雨乞いの軽減できるのがだいぶでかい。これ、カメックスはいける。回復の薬、でも、ピカチュウで使ってないけど大丈夫かな。使われそうじゃない。よし、フリアンだ。で、あ、10発目のはず。え、忘れちゃったな。せっかく数えてたのに。多分10だよね。飛んで、まあ、これはいい、とりあえず。で、まあ、昼見だな。うん。いや、ちょっと、岩なだれなくなるかなって思ったけど、ここは岩なだれで。ああ。ああ、ひるまない。まあいい、まあいい、まあいい。次で、アイテム使われないならそれでいい。まあ、正直使われてもこれでもう波乗りなくなるから、こいつ波乗りなくなったら何があるんだろう。危ねえ、びっくりした。痺れろ！なんか全然痺れないんですけど。いや、もう2回痺れてるから普通か。25% だもんね。これ12発目。いや、どうしよっかな。次、急所で負ける補填しといた方がいい。いや、痺れた時に攻撃だな、これは。うん。いや、もうガチガチに勝ちに行こう。オッケー、雨乞い！ここで倒せばいい。ここで倒せばいい。いや、火炎放射の方がいいな、多分。火炎放射だね。オッケー。これ火炎放射で、あ、待って、雨乞いか。やべ、ミスった。ミスったー。雨乞い、だよね。痺れろ。あ雨乞い忘れてた。なんというゴミカスプレー。我ながらゴミカスプレーをしてしまったな。まあ、痺れんの待ちましょうよ。オッケー。できればそう、雨降ったまま次行きたかったんで、よかったです。オッケー。あれこれあとさ、あと3体これいけるっしょ、もう。カビゴン次第だけど。カビゴンもだってダメージ与えらんないけどさ、あ、え、カビゴンから出すんかよ。カビゴン無理だって絶対。だよね。いや、しかもド忘れするんか。やば。いや、無理だよ、もう。え、全然火炎放射急所2連続とか出さなきゃ無理だよ、これ。やけどとか。あ、無理だ。やっば。あ、全然食らわない。いや、だって眠られるもんだって。PP なくなるだけだよね、これ。まあ、のしかかりで、麻痺したら火炎放射連打してみるけど、これが無理だったらもう、あれだね。ただただ相手の PP なくなる待ちなクソゲーになる。よし！永遠に痺れれば勝てる。火炎放射連打する？不思議罠でちょっと怖いけど。まあ、10発あるもんね。ド忘れ1回やられてんのが痛いな。まあ、痺れが連続で来れば勝てるよ。あと、急所がいいタイミングで出れば。ほら、なんかしないけど眠らない。今夜は寝かせないよって言ってるカビゴンが。なら付き合いましょう。ローション持ってることだし。で、次に眠らないで、次に火炎放射急所なら勝てる。え、なんで？なんでだろう。
エスパータイプの技してこない系、エスパータイプ嫌い系男子ですか。いやーマジで急所出てほしい、本当にお願い、本当にお願い、本当に急所出て、あー出ない、なんでなんでなんで、どうするこれ、あくそー無事、いやでも大丈夫いける、あー無理、あー待って、はい落とせ、もうここは攻める、ここは攻めます、落としてくれ、あ、はい、オッケー、やったぞやったぞ、思った以上にスムーズにいったこれは熱い、激熱じゃない、でリザードンか、ふう回復しましょうね、なんでカビゴン眠るしてこなかったんだろう、不思議、え、しかも翼、いや勝ったじゃんもうこれやってやったわ、マグマック、うん、マグカルゴか、マグカルゴでレッドには勝てます俺結構覚悟してたんだけどさ、今よかった、眠るクソ泥試合をねまたやるとこだったんだけど、先生の爪いけ、あいやだ、翼打つしかないもんね、いやまあでも強いて言えば不思議バナーのソーラービームは大丈夫なのかなって感じはしている、え、ソーラービーム急所で一撃粉砕とかある怖いんだけど、え、でもどうせ先制しないんだから次回復の方がいいよね、とりあえず火炎放射、はい、うんだよね、まあ先制はしないと、ってことは先生の爪を祈るか回復の二択なんですよね、ここはもう、あとはこれで落としてくれるか、いや落ちるんじゃないかワンちゃん、だから急所で締めてくれんじゃないマグカルゴさんなら、どう、あふう、おえー、ここ急所で負けたらすげえだろ、いやでもちげえが怖くねえわ、ど忘れしてるもんいやーごめんなさい、バイバーイ、いや先生の爪やったマジで嬉しい、これ特にカビゴン戦やったぜ、そして切りよく77レベル、いい数字やりました、はいこんな感じですね、最終的な能力素早さは3桁いかずと、よかったー、いや今日休みなんですけど、今レッド戦だけで 2,3 時間使うのかなって思って絶望してたんだけどなはい、というわけでマグマックバージョン無事ねレッドまでクリアすることできました、ありがとうございます、まあ、ちょっとね関東だけ何日か空いちゃったんでマグマックの思い出すべて忘れ去ってしまったんですけどまあレッド戦ね、まあ一応威張るとさ地震の選択肢あったんですよ、まあ、あと砂嵐、まあ、日本バレー、まあ、使うタイミングによってはいけるかなって思ったんですけど、まあね、結局のしかかりの麻痺はさ頼らないときっちいなって思ってた場面あったんですけど正解だったのかなこれは、まあ、カビゴンとさカメックス戦で役に当たったよね、あとカビゴンが眠る使ってこなかったのはなんでなんだろう、エスパータイプの技なんか使われない、使いにくいのかな、当倍だよねのしかかり今一つあるの、まあ分かんなかったですけど、まあラッキーでしたね、だいぶありがたい、いやー、まあ、そんな感じでね。まあ、マグマック結局多分ね、10時間いってないぐらいですね、今、レッド戦合わせて。まあ、結構時間かかったし、途中なんか大変でイライラした記憶もあるんですが、まあね、リクエストしていただいてありがとうございました。で、次回は、とりあえず初代のね、まあ、ちょっと一回また簡単なの挟ませてもらおうかな。でこれ出る頃にはね、もしかしたらまあ新しい試みのね、まさに違う動画出してるかもしれないんですが、うん、まあそっちもね、興味ある方いたら見ていただけたら嬉しいですね。まあ、まだだったらまあ、なんかまた、ちょっと1日2本投稿しようかなって思って、一時期。まあそれもよかったらよろしくお願いします。はい、そんなわけでいつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価本当にありがとうございます。もししてなかったらね、よかったらよろしくお願いします。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。